鬼ヶ島観光自動車は、香川県高松市のバス事業者。鬼ヶ島の別名を持つ、メギ島内の観光路線バスを運行する。総車両数3台で、小規模のバス事業者である。本社は、船着き場に隣接する、高松市鬼ヶ島鬼の館内に位置している。館は休憩所や展示室を兼ねていて、敷地内にはただのがテストのために作った、メギ島の模合像がある。 観光に特化したダイヤ設定で、島民の利用は、ほとんどない。鬼ヶ島観光自動車1997年式、日野レインボー RJ と1984年式、日野レインボー RJ 以下の3台を保有しており、繁忙期には、フル稼働する。ワンマン運行だが、いずれも車内に運賃箱は設置されていない。これは、利用客のほぼ全てが、名義工の、 鬼消島鬼の館内にある乗車券売場で往復乗車券を購入するためである。2019年、1984年式のヒノピー、RJ170BA の代替として、ヒノ KKRX4 ヤフィを導入した。新車で購入。登録番号は、当初、コ22、a 61であったが、リア部の修理の際にプレートナンバーの封印を、 外さざるを得なかったため、香川200、ア203に再登録されている。2019年5月の車検切れまで運行され、現役末期の頃は繁忙期中心に運行。車体の劣化具合から、オンボロバスと呼ばれ、そのバス目当てに島を訪れる人もいた。2019年の車検の際に不備が指摘された、箇所の内エンジンとバンパーは調達のめどが立ったが、 扉の開閉装置が見つからず会社では全国のバス事業者に情報提供を求めている。なお、1988年時点では予備車として1979年式の三菱 MR620 が在籍しており、下季の毎日運行される期間に使用された。バスジャパン 15P16 人気すぎる離島のオンボロバス目立つサビに、 賛否両論朝日新聞デジタル2019年8月31日特集あまりの古さが大人気引退危機のオンボロバスを残したい社長の思いとは香川女機島 KSB 公式 YouTube2019 年10月10日オンボロバス復活なるか車検通らず部品探しに社長本送産業新聞デジタル2020年3月5日ありがとうございます